い。じゃあ気をつけください。気をつけなくてもいいです。お願いします。ライティングも調整してます。リクさん、バレますか？先輩ってド S っすよね。気持ちを抑えめのもらっていいですか？お母さん抑えめ。スタート。先輩ってド S っすよね。ド S っていうか、はい、カットアウト。スタート。ド S 通過。ド S。ド S 増しでいくとどうですか？はい。ド S 通過。ド S。じゃあちょっと逆にニヤッとしたやつもらっていいですか？はい。スタート。ド S 通過。ド S。はい、カット。オッケーです。素晴らしいです。はい、用意。スタート。先輩ってド S っすよね。はい、じゃあ本番参ります。本番。スタート。ちょっとホルスターと干渉しそうですね。この位置は用意スタートでド S です。でこう、そうです、そうです。ピタッと止まるというより打ってるっていうイメージでなんとなく、そうです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 。せーの、ド S。かっこいいですね。素晴らしい。ド S。 せーの、ド S。 はい、では本番いかせてください。せーの、そう。はい、カット。せーの、いいえ。はい、カット。スタート。はい、カット。はい、カット。素晴らしいですね。お会いそうだけでいいです。お会いそう、はい、カット。素晴らしいです。はい、OK です。はい、こちら OK です。最終チェックします。一回ビーナさん向かってください。ビーナス、ビーナス、ビーナス。ちょっとだけお待ちください。はい。あ、もう入ってくれます。じゃあ以上をもちまして、桜川本日の撮影すべて終了となります。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。突然割り箸をポキッと割ったり、急にバトルスーツに着替えたりと、なんかこう現実ではなかなかありえないことが詰まったCMなんですけども、
なんかすごい自分が強くなった気分になれる、はい、とても楽しい CM でした。あの私映画でマーベルシリーズが大好きでもうほぼほぼ全部見てるんですけども、私はアイアンマンになりたいなってずっと思ってます。はい、中に入りたいなって。はい、なのでちょっと今回近しい衣装ではあったのでテンション上がりましたね。はい、あんなにピタッとしたその、まあ、スーツというかボディースーツみたいなものを着たことがなかったので、なんか本当に強くなった気に なれたというか、はい、すごい新鮮でしたね。はい、私は最前線で死に物狂いで戦います、はい、せっかくなら戦いたいので私は戦いますね、はい、かっこいいですよねやっぱ。なので最前線派だと思います。後ろの方にはいないと思いますけど、はい、CM をご覧の皆さんこんにちは。アースリバイバルの新 CM に出演させていただいてます、桜井由紀と申します。今回の CM のテーマはド SF、超ド級の近未来世界を舞台にした超本格 SF サバイバル RPG アースリバイバルの魅力をギュッと一言で表現した言葉になっています。本 CM では私がまるでアースリバイバルの世界に入ったかのようにド SF なバトルスーツに変身するシーンが見どころです。ぜひ多くの皆様にご覧いただければと思います。それでは新 CM をお楽しみください。桜井由紀でした。先輩ってド S っすよね。ド S っつーか。え？ド SF？ ド SF？ そう。え？ド SF。 超ド級の近未来を全力で生き抜け、アースリバイバル。ご感情。はい。地球の未来を仲間と取り戻す。それが。え？アスリバ。取り戻せ卵も地球も。ド S？ 違う。え？ド S？ ド S？ 超ド級の近未来を全力で生き抜け、アースリバイバル。ド SF 最下。